はい、それではね、本日もゼノブレード3やっていきたいと思います。前回の続きっていうかもうメインストーリーは全く進んでないんですけど、ジェレミー、生きてやがったのかよ。悪運だけは強いみたいだな。にしてもクソ、ドイツもこいつも読めなかった。このまま終わらせてたまるかよ。で、まあ、マップがですね、マップがあって、ハテナがなんか増えちゃったんで、二つ。まあ、これをね、今日やっていきたいと思います。もうどんだけストーリー進めねえんだって話なんだけど、まあ、関係ない。行こう。私はやりたいことをやるんだ。それが私だ。かっこよくはねえな。で、なんか倒れてるけど。これは、アグヌスの霊にすか？どうしてこんなところに？稼働はしてないみたいだけど、ケベスのコロニーにあっていいものじゃないよね。ははは、大丈夫です。ちゃんとボレアリスさんの許可を取ってあるので。誰？さて、皆さんお聞きすぎですか？いきなり挨拶もなしに何言ってんだお前。おっと失礼、私は整備開発団のアイムと言います。アイムヒーロー。はい、では挨拶を済んだので話を戻しますよ。忙しないやつだな。私が言いたかったのはですね、アグヌスのレウニスのことです。ではここで問題。ケベスとアグヌスのレウニス、両者の違い何だと思いますか？知らん。色とか、正解、あ、合ってんだ。色か。でも違います。どっちだよ。正解の答えは足です。足、なんか違いなんてあったか。アグヌスのレウニスはですね、標準機能としてフロート機構が、つまり浮いているんですよ。あ、言われてみれば確かにそうだったな。言うまでもないことですが、レウニスの機体重量は相当なものです。さらに武装を積載すれば言わずもがなゆえに、レウニスの局部は頑丈な作りであることが必須です。ですが、アグヌスはその逆というか、そもそも足が、ね、あったとしても恐ろしく貧弱なフォルム。単純にアグヌスの方が性能がいいってだけじゃねえの。ググ認めなくはありませんが、その一点においてはケベスがこう、これチリって何て言うんだっけ、応接では事実。そこで先日さんにお願いして、適当なアグヌスのレウニスの、これ読めねえんだよな、昔からもらったんですが、なるほど、差し詰めこのレウニスは君の研究サンプルといったところか、おっしゃる通りですが、かなり荒っぽく、捕獲ではねえか。パーツは破損しまくってほぼジャンク。これではアグヌスの謎技術の解明など、夢のまた夢、どうかお願いします。私の夢を実現させるために皆さんのご協力を願いませんか。んなこと言われても俺たちは技術者ないんだぞ。大したことはできねえぞ。これさ、あいつルディ連れてくれんじゃねえ。まあ難しいことではありません。単純な話、もっとサンプルが必要なんです。アグヌスのレウリスなんです。とにかくレウリスを倒して部品を集めてきてもらいたい。部品とりあえず何でもいいの。はい、見聞自体は私がしますので、皆様無心にレウリスを破壊し部品をかっさらってきてくださいと。あ、言うまでもないですが、アグヌスのレウリスがですね、あ、なるほどね、アグニスのレウリスじゃダメだね。ケベスのレウニスじゃダメだね。はい、悪なき探求。これもう持ってないんかな？持ってない？ね、あ、でも2つあんの。ウルスの撤去。5%! ウルスのジェネレーターは。これ10%だね。でもあと2つだな。これあれだな。無理だな。今やれっつっても。はい。ということで、まあこれはもう、無理だな。やろうと思ったけど、無理っぽいので、今やるのは。すぐ簡単に。なので、まあ、ストーリー進めながらかな。今のクエストは。っていうことにしたいと思います。フラウレン。一口にモンスターと言っても、いろいろさ、例えば夜行性で昼間は現れないとか、特定の天候でしか活動しないとか、こういう何気ない情報がいざった時に精子を分けるんだよね。敵に勝つには、まず敵を知れだな。全くその通りじゃない。情報収集はまみにしておくに限るよ。ってことで、あと残りのハテナ行って、ほんと、ハテナ行って、あのマップをちょっともうちょっと見て、ストーリーはいつになったら進める気だよっていう。あ、なんか倒れてる。おい、あんた大丈夫か。う、舞台がやられ、班長に報告、喋らないで、とにかく医療班のところに。あ、急ごう。なんだ、断たれたつながり。こっちを先に進めておかない？うん、こっちを先に進めておくよ。あそこに行くんだな。さ、いつになったらメインストーリー進められるんだろうな。この後まだね、行きたいとこもあるんで、ユニークモンスターがね、まだね、倒せてないね、ユニークモンスター。昔出会ったやつがレベルが高くてね、48とかそんぐらいだったのかな。まあ、それぐらい続いてたかね、2体ほどいるのは知ってるんで、そこちょっと倒していきたいんで。
まあそんなことでお待ちしていました。え、守備、あ、こいつじゃねえよ、間違えた間違えた間違えた、こいつじゃねえ、こいつじゃねえ、違う違う違う、なんでこいつの話しかけたの、あれどこだ、あれどこだ、ナビゲーション指定されたものが違う違う、間違えた、クエスト間違えた、これこっちに変えないとだ、はい、でこっちだ、間違えてたわ、はい、イヨハンのところに来て、軍師を呼んでくる、もう少しだけ鍛えてくれ、う、う、怪我の具合はどうだ、ああ、だいぶ落ち着いて本当にありがとう、一体何があった、舞台がどうと言っていたか、それは大丈夫だ、彼らなら問題ない、マキシ、俺の部下が世話になった、お前たちには助けられてばかりだな、偶然取り掛かって見つけたんだ、運が良かっただけさ、マキシ班長、私は無理はするな、まずは俺が説明しよう、コルニー法は火時計から解放されたことでアグヌスと戦う意義を失った、そこで俺たちは各方面に密使を送り、この事実を他のコルニーに、知らせようとした、密使、それじゃあ彼はそうだ、先日の派遣した隠蔽隠密部隊の一人だ、うまくことが運べ、コルニー同士で協力体制を敷く腹積もりだったが、申し訳ありません班長、部隊は全滅しました、何だと、何があったんだ、モンスターにやられたのか、いえ、モンスターではありません、我々襲撃者のレウリンスでした、アグスのレウリンスか、わかりません、わからないってどういうことだよ、いきなり目の前に現れてあっという間に護衛の部隊を、あんな機体のレウリンスは今まで見たことがない、あれは化け物だ、この襲撃を君はどう考える、部隊に多少なりとも損害を与えれば俺たちに命の火時計はなく命の火も奪えないことに気づくはず、にもかかわらず俺を敵は部隊を、でも投げ、なんとかした不可解ではあるが、これらの目的を知った上で行動と考えれば、あるいは敵の狙いは情報伝達を阻止し、これに方を孤立させることにあったと、いきなり現れたレース、見たことがない機体、まさか、ん、急になんだよのは、生騎士、襲撃受けた場所はわかるか、どうだ、やつらと遭遇したのはムームルの、行ったっけ、そこ行ったことあるっけ、おそらくそこで待ち伏せを、そうだだそうだ、まさか行くつもりなのか、ああ、おそらくだが、俺たちはその襲撃者を知ってるかもしれない。確かか。まだわからない。だから直接調べ、どう、誰だ、よくわかんない。見当がつかないんだけど、私は。けど、これはコルニー法の問題、どうするか、マキシに任せる。いや、むしろありがたい鍵、申し出だ。しかし、条件がある。俺もお前たちに同行させてほしい。ん、それは構わないけど、班長が町場離れていいのか。よくはない。それを承知いかしてもらう。わかった。そういうことならすぐにでも出よう。班長。俺のことは俺たちに任せ。後のことは俺たちに任せ。今休め。はい、どうかご分を。あいつことで行くわけだね、ここに。どこだ？こっちだな。何メートル先？遠いのかな？あいつは地方だな。地方は違えな、多分。え？地方は違えな、本当に。本当に？あ、やべ。なんかこっち移動してた。間違えた。どこだ？あ、でもこっちで合ってるよな。やっぱ。なんか目的地は向こうだったもん。これさ、地方変わるとローディングが長いんだよね、これ。あ、そうでもなかった。で、あ、待って、ムクロがあるじゃん。こんなとこあったっけ？てか、1300奥だな。てか、レベル強いな、50いくつって。こんなとこに倒れてたっけ？で、ちょっと待って、マップでこれ移動するわ。どこ？ここだな。ここ無理なとこだ。これ無理なとこじゃね。これ多分無理なとこだ。これレベル78とかその辺のめちゃくちゃ強いやつらがいたとこだぜ、これ。無理だろ。ちょっとここに一回移動してたら多分無理だよ、これ。どうする？飛ばすか？でも推奨レベルいくつになってんの、これ。クエスト。36だな。いけるんかな？ちょっくら行ってくるわ。ハテナのとこ、こないで行こうとしたけどさ、ハテナがさ、行こうとしてレベルがめちゃくちゃ強かったからやめたんだよね。じゃあちょっと近くまで行ってみますわ。はい。はい、ということで、なんかさ、こないだハテナのところさ、あったじゃん。あれがさ、なんかレベルがめっちゃ強くて行けねえっていう話してたんだけど、なんか上の方だったら多分行けるんだね、これ。こないだ下の方だと思って行かなかったけど、上の方なのか。あ、ここにハテナがあんな。ちょっと行くか。行くわ。なんか、この間、ハテナ迂回してたけど、これいける。ちょっと待って、その前にさ、透過物資取っていい？さあ、開けるよ。ほんとでけえよな、この透過物資。
透過物資でかすぎだろ、これ。何が気になるの？ジェムストーンとかね。はてなが、ここっちは上だったんだ、これ。これ何が起きるの、ここ。なんだ、これ。なんだ、これ。さあ。ガラクタか？おい。誰だ？なんかヒーローになるようなやつ。男っぽいような気がすんな。ノア、こいつ。ああ。ただものじゃない。早くしろ。そいつって、これか。なんでお前みたいなわけわかんないやつに。みんな構えろ。こいつ強えの？レベルが全くわかんないんだけど読めないんだけど。ヒーローだよね。ほら見ろ。ヒーロークエストだ、やっぱり。灰色の衝動。謎のとこレベル2以上あった。なんかすげえかっこいいな、こいつ。なんかアタッカーな気がする。回復とかディフェンダーじゃないような気がするんだけど、銃を持ってる時点で。どう？回避、なんかすげえ回避するじゃん、こいつ。回避するってことで、やっぱ違う、アタッカーじゃねえんかな、そうすると。回避ってことは、バフ系与えるから、まあ、回復の可能性もあるし、なんかわかんなくなったな。最初もう、アタッカーキャラかと思ったけど、ディフェンダーキャラもあり得るし、ヒーラーの可能性も出てきたな。てか、そんなこと言ってるね。もうそろそろ半分なのか、HP。今、インタリンクレベルは1だと、で、チェーンアタックは半分ぐらいまで来てる。ってことは、特に何も考えてないんだけど、考えてるふりをして。セイバースラッシュ、とりあえず打っとくか。タレントアーツを。で、インタリンがレベル3になってほしいんだよな。で、チェーンアタック打って経験値3倍取って終わりたいんだよ。あれ、半分切ったな。半分切ったムービーだな。襲ってきたこと後悔させてやる。今更だけど話し合いに応じる気はない。話す気はねえってことかよ。誰だ。オッケー、こいつ好きだわ、多分。飛び込みやがった。一体あいつは誰だ、こいつ。貴様ら、どこの所属だ。ケベスの兵士だよ。お前たち、覆面の男を見なかったか。我々は奴を追っていて。待て、アグヌスといるってことはこいつら例のウロボロスじゃないか。女王に盾つく反逆者どもか。はあ、何って。シラを切り通せると思ったか。おい、やるぞ。何戦う。次か次へと何なんだよ。まあそれは思うわ。やるわけね。なんか討伐謎の男、なんだ、要はもうとりあえず倒してみか。一番弱いのはこいつなのか。今ターゲットしてるやつでいいのか。まあいいか。てかもうインタリンクする？まとめてインタリンクして倒してもいいんだよな、全体攻撃で。なんかこれで落ち、あ、まだ落ちなかった。よしよし、これで1匹落ちた。で、あ、2匹落ちたな。今ターゲットどいつに行ってる。あ、こいつか。はい、終わり。あと2体。ターゲットはこっちか。こっちだな。さすがに余裕だわ。26の相手は。レベルこっち55ぐらい。なんかもっと早い時に行っとくべきだったんだよね、多分。
態だ。本当なんなんだよ。まったくだ、散々な目にあったぜ。そういえばあの兵士たち。ああ、先ほどの男を追っていると言っていたな。どうして追われてたんだろう。ケベスに追われてたということは俺たちの敵ではなかったのかもしれない。いきなり襲ってきたのにか。とはいえ味方とも思えないが、脱走兵の類じゃないか。なあ、川に飛び込んだんだから川下に行ってるはずだろ。行くの？追って確かめりゃいいんじゃねえか。行くような気がするな。敵という可能性も捨てきれないが。敵ならぶっ飛ばすそうじゃないなら話ぐらい聞いてやる。どうだ。どうだと言われても君は直情的すぎないか。どうする。行ってみよう。まあ行きたいんだけどさ、今クエストの途中なんだよな。こっちが先になったの。どっち優先する。ちょ待って、これクエストレベルいくつ。あ、またまた、これクエストレベル、クエストの推奨レベルいくつ。26か。じゃあ先こっちから行くか、今行った方から。でどこ行くんだって。ナビゲーションどこ。待って、これショートカット行くか。近く、どこ。ここだな。どうすか。ここから落ちれねえかな。死ぬかな。川ある、川いけんじゃね。お、いけたいけた。絶対死ぬよな、あんなところから落ちたら。あ、まだ下あんじゃん。あ、あそこだな。なんなの、ヒーローだろう。またなんかメビウスと戦うんかな。なんかやべえのがいんな、やべえのがいんな、やべえのがいんな。これレベル8じゃ無理だよ、バカバカバカ。行ってくんねえかな、早く。ちょっと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 、こいつは無理だ。こいつは多分一発で殺されるぞ、これ。レベル80なんてもんは。ちょっと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 、なんか強えのがいっぱいいんだよな、ここ。はい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 。謎の足音。あ、まあ、違います。戦おうとしてません。戦おう、よしよし。調べる。あ、これでこれを行くわけね。追っていくわけね、これ。切れた。え？あ、あっただ。これか。で？あ、だだだ。ミニキーな、この足跡。で、で、どこ？足跡なくなっちゃったけど。待って、足跡なくなっちゃったよ。あった、ここか。ここだな。で、結構歩くな。あ、ここだね。ここ渡る？渡って？あ、ここだ。あ、ここか？あ、ここだ。でもいんねえけど。え？これは？あ、こっちか。どこにいる？どこにいる？あ、あ、違う、あれ違う、あれお墓だな。ここだ、こっちだ。なんかあそこの辺レベルがすげえ強い、多分アグヌス軍が55とかだから行きたくねえんだよな。これどうするの、これで。これ左？左がいいな。これまっすぐ行かないで行きたくないんだよ、これ。あ、こっち左曲がったのよ、これ。てか遠くね？あ、いた！いたな！いたよ！おーい！追いついたぞ！今度は逃がさねえ！足がつくようにしてやったとも言え。
スを持ってくるとはな。何？部活が過ぎるのではないか、ウロボロス。この人、ウロボロスを知って。おい、あんた、一体何者だ？答える必要はない。ケベスに追われていたみたいだけど。おい、本当に答えねえつもりか？話をしたいんだ。少しでいいから聞いてくれ。ああ、そうだ、名前。俺たちは。いらん。要件だけ話せ。クール。ケベスに追われてるんだろ。事情を聞かせてくれれば。知ってどうする。お前たちには関係のないこと。じゃあ、私たちに関係あることなら、あんたも答えられんだろ。あんたは。私たちの敵か。まただんまりか。不必要な詮索をしなければ敵対はせん。とか言っていきなり襲ってきたじゃねえか。だからなんとか言いやがれ。ちょっと言うに、こういうはっきりしねえのが一番嫌いなんだ。こいつ星さんに襲ってきたんだろ。これ何なんだ。これただの警告だ。それは今のお前たちに必要のないものだからな。未来の私たちには必要なのかな。余計なことに首を突っ込むな。わけわかんねえ。じゃあ何か、またこいつ目当てに襲ってくるってか。言っただろ、詮索をしなければ敵対はせん。あんたにとってこいつは必要なもんなのか。さてな。じゃああんたは。待て、お前たち、つけられた。つけられたって。誰か来てるか。あれは、あら、見つけたぞ貴様ら。やはりグルか。な、ちげえよ。お前のせいで面倒なことになったじゃねえか。俺はそんなヘマをせん。手を貸してやる。潰す。やることなすこといちいち過激なんだよお前。何をごちゃごちゃ言っている。おいお前ら、きっとなるぞ。あ、名前出ねえかな。謎の男って出るんかな、左側のパーティーに。あ、違う、出ねえな。もともといた ヒーロー、ニーナ、ニーナだな。え、いるの？あ、いるな、こいつ。手を貸してくれてるのかよくわかんないけど、なんかここら辺になんか、後ろでトゥーンってなんか銃撃ってるだけだけど。な、なんかあいつ、トゥーンってなんか軽くなんか、応戦してくれるだけじゃない？大して応戦してくれてねえけど、あんなその男。あ、倒した、一匹。で、次こいつだよ、当たった。これで5分の2、5分の3、あと機械2体か。レウニス2体。5分の4。終わったかな。ここに長居しない方が良さそうだ。ああ、そうだな。これ以上のトラブルは避けたい。あいつら、結局なんでお前を追いかけてたんだよ。とっつきにくいからだろ。そうか。そうかって、あんたな。それはお前たちが持っていろ。え？さっきのかけらだろ。必要なんじゃないのかよ。必要なのには変わりないが、お前たちを納得させるのは面倒だ。それお前が喋んの面倒くさがってるだけだろ。いつかそれの意味を知った後で悪用するのなら処分せざるを得んが、お前たちは多少なりとも頭を使えるようだ。今は亡き友の言葉を信じよう。なんか引っかかる言い草だな。亡き友、他意はない。それであなたはこの後どうするの？やめとけ。どうせ聞いても答えてくれねえよ。やらねばならないことがある。なんだ？答えんのかよ。追われる危険を犯してまでか。無論だ。じゃあもう何も言わねえ。生きるも死ぬもあんたの勝手だ。おい。んだよ。お前たちは死ぬなよ。ん？はあ？
なんかちょっとかっこいいな。必要になれば俺を呼べ。手を貸してやる。殺そうとしてきたやつが何言ってんだよ。あれは警告と、お前たちを一つ試した。なんだよそれ。ほんとわけわかんねえやつだな。友の意志に従ったまでだ。友って誰？あんたの友達って。手を貸してくれるっていうのは、言葉通りに受け取っていいのか？どの道、それを持っている人間を放っておくわけにもいかん。いまいち信用できねえけど、まあ強い奴がいるのは悪くね。手貸してくれるのはありがたいけどよ、あんたのことをなんて呼べばいいんだよ。今度は必要だろ、名前。いや待て待て、名前だよ名前。グレイ、そう呼べ。グレイ、バンドの何だったんだあいつ。さあな、悪いやつには見え、いや悪そうなやつには見えたけどよ。何か裏があるかもしれないが、できれば敵対はしたくないね。あんなやつと殴り合いなんてもう勘弁してほしいね。グレイか。え、正体不明の男ならグレイの、私ウロスを落としてこんな手を貸してくれ、はあ、手を貸してくれるんだけどよくわかんないんだけど、こいつの正体が。いやいや、どうしても呼びたければそう呼べ。だから誰なんだこいつだから誰なんだよ。ユーに継承者、え、フルメタルジャガー、アタッカーがやっぱ攻撃を連続ヒットするけどどんどん強化されて、エネミーの攻撃を発する連続で、へぇ、ちょっと入れ替えるか、ヒーロー。あ、間違えた。ヒーロー。グレー。二丁拳銃とフラップで広範囲の敵を攻撃する。命中するほど、その、銃撃は洗礼されている。いいだろう。手を貸してやる。よくわかんねえ。結局何者なんだ、こいつ。まあ、いっか。で、とりあえず、ハテナの、ハテナのさっきまでやってたクエストやるか。あれ、もう一回これ設定し直さないとね。どれだっけ？これじゃねえや。これだ。じゃあ、これ行くか。え？どこだっけそれ。あ、ここだ。ここだから。とりあえず、ここからまた行くか。じゃあ、ちょっとまた近くまで行きますわ。はーい。はい、ということで、さっきのクエストの目的地まで来たので、なんか、ムクロがいっぱいね、なんか、この赤い感じ。はい、着きましたと。手ひどくやられたみたいだな。この辺り探ってみよう。犯人が手がかりを探しているかもしれない。なんだ？こいつらは、どうやら探す手間が省けたみたいだな。やっぱりそうだ、モルクの大神殿で俺たちを襲ってきたいだ。マキシ、畳んで帰るか。無論だ、そのために来た。はい、じゃあ行きますと。あ、レベル3じゃん。そこそこ強えな。あ、だから、確かに推奨レベルそんなもんだったっけ？もう覚えてねえけど。まあでも余裕でしょ。どうする？じゃあちょっとしばらく多分倒せると思うんでカットします。はい、ということでもうそろそろ終わりそうなので、まあやっぱ余裕ですかね。レベル37、こっち55なんで、ってことで終わり。逃げるつもりかよ。なんだこいつ。まだ終わってない、来るぞ。え、いるなってか、なんだこいつ、強えの。レベル38、謎の襲撃者。でも HP の減り早いんだよな。対してだろ、38です。
まあこれは行きますか、カットせずに。んーだんーだ、てかグレーちゃんとやってる、グレーちゃんとやってる。なんかあいつさ、あいつなんだろうな、倒れてね、あいつ。イントリングレベル1か。で、半分に行きましたと。全員出血になっちゃった。デバフかかっちゃった。あれ？なんだ？クソ、どこだ？どこへ逃げた？この卑怯者が。畜生、ふざけるな、ふざけるな。はあ、はあ。マキシ。俺が部下を殺したのも同然だ。すべては俺の判断ミスにある。奴らに一矢報いようとしたところでその実は変わらんというのにな。あんたの怒りはもっともだ、仲間をやられたんだからな。あなたの部下は私たちが送るわ、構わない。すまない、頼めるか。どこだ、ここか。どうか安らかに。結局敵の正体は分からじまいだったな。そうだな、これは憶測になるが、お前たちが命の火時計を破壊したことで俺たちは戦争を作る必要がなくなった。この事実が公になれば戦争を終結させるきっかけとなり得る。今回の襲撃はそれをよく思わない者たちの仕業さ。いずれにせよ警戒すべきはアグネスやモンスターだけではないということだ。敵と味方を慎重に見極め、迂闊な行動を控えなくてはな。二度と同じ私は不満決してな。マキシ大丈夫か。ああ問題ない、お前たちのおかげで整理はついた。すまないが先に帰還する。急ぎ対策を狙わなくてはならん。だろうな、早く戻った方がいいぜ。あのレウィスは明らかにお前たちを狙っていた。死ぬなよ。あ、クリアした。襲撃者の正体は目録な最新で遭遇したレウィスだった。ノアたちはより一層警戒を強める。ということで、まあ大体これでもう一通り、ハテナとかはクリアしたんかな。ということで、ちょっとね、ワールドマップ、マップをもうちょっと散策してからね、メインストーリー行きたいと思いますので、またがね、勝手に遊ばせてもらいます。いつになったらメインストーリー行くんだよ。ということでね、まあこの後メインストーリー行くかもしれないんですけど、まあちょっとしばらくまたマップ探索して、ストーリーの方ね、進めていきたいと思います。はい。皆さん、なんかまたハテナを見つけてしまった。何個見つけりゃいいんだよ。もうストーリー済ましてくれよ。なんかさ、どこだっけな。ここ、ここ。これ重なってたから全然気づかなかったけどさ、こクエスト関連イベント、このセイラスの休息地のところにちょうど重なってハテナがあるんだよね。つうことで行くわ。あ、なんか行った、ワープした瞬間になんか発生したな。あ、こいつらじゃん。ハマハマが行けよ。いやすも、怖いっすも。うるさいって言ったのはハマハマだろうが。先に気づいたドランクスも喧嘩してるじゃん。前回じゃん。前回のやつらね。何してんだお前ら。は、あんたたちちょうどいいところに。聞いてくれよ。さっきから大きな音が響いてて。そうすもめっちゃ怖いっすもん。だからさ、どっちが音の正体確かめに行くかって話し合いよ。話し合いってか、もはやただの喧嘩だろ。でもなんかやばいもんでもいたらやばいだろ。まあそうだろ。そうすもやばいっすもん。おちおち旅も続けられないっすもん。畜生、なんてこと、俺たちの自由はここまでなのかよ。そんなのはイヤスもハママたちの旅はこれからっすもん。相変わらずこいつらわけわかんねえ。そこまで言うなら私たちもついてってあげようか。いいのか、いいっすもん。まあ音の正体確かめるだけならすぐに終わるだろうしね。助かる、やっぱ頼りになるぜあんたたち。さすがっすもん、やっぱり旅のプロは違うっすもん。そうと決まれば長い夢だ。音が聞こえる方へ向かう。クエスト発生してしまった。
で、そういう間柄なんだ。近いのこれ。あ、地形じゃん、そこじゃん、すぐ。ただなんか渡っていかなきゃいけない感じだなこれ。じゃあ水晶レベル見てなかったんだけど大丈夫なんでしょうね。そこだ。いや、透過物資は、こいつが音の正体か。透過物資のコンテナだな。透過に失敗して故障しているみたいな、それはそのエラーを思う。ああ、そういうことが全く驚かせるな。このままじゃうるせえし、音だけでも止めちまうぜ。だな、ちょっと待っててくれ、ここをこうしてっと。なあ、これってコンテナの中身回収できないのか。ふむふむ、見た感じ大した故障じゃないから、ちょっと一応直るっす。ああ、部品さえあれば、なんとかいきたい、部品さえあれば。調達してこいってんなら、そう言えよ。撃ってほしい。よろしく頼むぜ。よろしくお願いします。部品はセレニティジェットってやつはガーナの古戦場あたり見つかる。持ってんじゃねえ、もう。持ってねえかな。あ、持ってたな、多分。言われた通り部品持ってきたけど、これくらいあれば直せるか。おお、バッチリだぜ。さて、整備開発班の腕の見せ所。で、さっきのドイツでモンスターが集まってきてるっすもん。この二人に付き合っていると問題ばかり起きるな。そういうこと言わない。彼らも悪気はないんだし。モンスター俺ら片付けておくからよ。お前らコンテナ頼むぜ。そこで戦うわけね。ひぃ、お助け。死にたくないっすもん、死にたくないっすもん。あ、おい、タクシャーね、とっとと片付けるぞ。レベルいくつぐらい ?25 か。4体いんな。なんかさっきから今日なんかレベル20代が多くね。まあ余裕だろうね。で、どこにいんの大体ここに。こいつ倒したらどこな。待って、1匹目こいつ倒すじゃん。2匹目どこにいんの。あのユニークモンスター、エリートモンスターじゃないのか。出てくるのかな、新しく。まあ、1匹倒せばわかるか。はい、1匹終わり。え?1匹だけ?よし、6回以上いつで負けられるぜ。整備開発班のハマハたちに不可能はないっすもん。お前、いつまで戻ってきたんだ。さて、何が入ってるかな。俺的には、飯の類が欲しいところかな。あまあまあ。あまあまあ、読めなかった。なんかいろいろ手に入ったな。なんだこれ。甘々ウインナーじゃないっすもん。ふむ、主に戦闘で使う物質だな。これはこれで役に立ちそうだ。じゃあいらねえや。いらねえのかよ。持っておいて損はないだろうに。いや、俺ら別に戦わないし。ソースも食べられないものに用はないっすもん。せっかくだし、あんたたちに譲るよ。世話になった俺だ。あ、ありがとう。ありがとうございます。あ、まあもったいねえし、くれるってならもらってくぜ。ありがとうな。いいってことで、あんたたちの役に立てるから、俺らは少しも恩を返せるってもんだ。そういうことっすもん。役に立てるって素晴らしいっすもん。よっしゃ、浜浜、次の場所を目指すとしようぜ。おすま、相棒。行っちゃった。さっきまで喧嘩してたのに調子のいいやつだな。え、これクリアしたのこれで。あ、クリアしたわ。はぁ、あ。イオンの正体で透過物質のコンテナだった中身よりドランクたちは無用の長者だってノアたちがありがたく紹介でした。なんかついでにここにムクロがあるから送ってあげるか。飛んでるな、お魚マンボウが。お魚マンボウ、マンボウではねえけど。つうことで、またちょっと探索してきやすわ。はい。はい、つうことでね、またハテナを見つけてしまったんですよ。本当にメインストーリーいつになったら進むんだ。まあ、これレベル界ね、異常に高いですけど、ここどこかっていうと、今ね、ここにいるんですけど、ここってどこだって、ペンテラス地方ね。ペンテラス地方ってどこかっていうと、マップをね、さっきまでいたのね、こっちね。あの、法院地方にいたんだけど、法に使用のさっきどこ行ったんだっけ、さっきの休憩所がここか。ここだね。で、法に使用の、ペンテラ使用に移動して、で、今ここにいるんですけど、まあ、ここね、さっきの法に使用から来るとこう来て、今ここなんだけど、ここら辺がレベルが非常に高くて、まあ、この辺はちょっと今無理そうなのでやめといて、ここにハテナがあるんだよね、なんか。はい。
ということで、これどこだ、コロニータウンの近くか、ここコロニー、そうね、コロニータウンはここだ、コロニータウンの近くのここにね、なんかハテナがあるのでちょっと行きたいと思います。あいつ、さっきのあいつらじゃない、もしかして。あ、違う。くー、まずい。いや、お前らかやっぱお前らだな。なんてこと言うっすもん。俺、肉が食いたいって言ったら、なんでよりによってあれが入ってんだよ。肉ばっかりじゃ体に悪いっすもん。こういう健康にいい食材を。何してるの？おお、あんたたちちょっと聞いてくれよ。こいつは料理に俺の大嫌いなギンギランナスビを入れやがったんだ。は？食事や交代性質も、ハマは長い旅中頑張るために健康に気を使った食材で作ってるっすもん。それはあることがまずいからやめろってドランカー言ってきたっすもん。なるほど、それはドランカーにってことで問題解決だな。ちょっと待ってくれよ。いくら健康にいいからってまずいものを我慢してたら心の健康は損なわれてるもんだろ。ギンギラナスビを入れるようにしてもっと美味しくなるように工夫してくれよ。そんな贅沢言われてもハマは炊事へいじゃない、どうしようもないっすもんと。ねえマスターな、何かいい案はないかな。ふふ、もちろんありますもん。その食材使った美味しい料理を伝授してあげますもん。マジか、だってはハマ。もう分かったっすもん。ぜひ教えてくださいっすもん。まだね、おかせもそれじゃあ、シムツタ準備のためにバブレシアの蜜を調達するですもん。バブレシアというのは花の名前か。そうですもん。主にアモネーの聖地で咲いてる花も。分かった、俺たちが取ってくるから、ドランクたちは料理の準備をしていくって。これもう持ってねえかな。お、そっちの方が頼んだぜ。はい、クエストは、なんかこいつらのクエストばっかだな。あったんだねすぐムービー行ったから、これだけあれば十分です。では取ってきた穴から蜜を抽出して、料理ぶっかけるんだぜ。俺甘いの割と好きなんだぜ。そんな料理人にあるまじきことしませんもん。じゃあどうするっすもん。この蜜をあそこの木に塗るんです。はいはいはい、なんですけど、木に塗るってどういうこと？まさかあの木を食うってのか、蜜をぶっかけて。いいから、まだの信じるやつもすぐに分かることですもん。へえ、そういう間柄なんだ。はあ、調べる。よし、塗ったぞ、まだな。ん？なんか跳ねるとか。もうなんか来たっす、もう。気持ち悪いのが出てきたなぁ。うわぁ、顔面してくれ。俺虫だけはダメなんだ、マジで。お目当ての食材来たですもん。皆さん、そのもうすぐを倒すですもん。こいつが食材冗談だろ、おい。なんか気持ち悪いモンスターだなぁ。レベルいくつ？なんであれ襲いかかってきたなら倒すしかねえ。レベルいくつ？気持ち悪いな、こいつ。37か。これでも18レベル差あるからね。 HP 減ってく。もうすげえ勢いで減ってくな。まだ余裕だわ。この辺のクエストもなんかあれだね、まだ最初の序盤ではねえんだけど、その時のレベルに合った時に来るべきではあったんだろうな。あ、もう倒すわ。終わり。よしですもん。無事体液を調達できた。ましま、発酵蒸し蜜。体液すもん。それ食べられるすもん。このモスのは花の蜜しか食べられないんですもん。だから体液はすっごく甘くて濃厚なんですもん。そうなのか。いやでも虫の体液はちょっとなんだって虫だし。みんな最初はそう言いますもん。とにかくマナに任せるですもん。それじゃあキャンプの場所も戻ろう。なんかロロカが新しく星マークがついてんだけど、いや話しかける前にこっちになったな。ムービーにギンギラナスビを発酵蒸し蜜と一緒にじっくり煮込んで、最後に仕上げにちょっぴり焼き目をつけたら完成ですもん。めっちゃ甘そうな、うまそうな匂いですもん。さすが料理のプロっすもん。確かにハマホの言う通りだけど、でもギンギラになってみて虫の体液が、いい加減腹をくくるですもん。騙されて思って食べてみますもん。
分かったって。それじゃ一口うまいって言うと思うよ多分。どうだドランク、くくうめえ。やっぱな。どういうことだ。俺大嫌いな青臭さが消えてまるで果物みたいに程よく甘い桃マジっすも。これなら銀切れなすみをいくらでも食べられるぜ。すごいっすも。これが味の革命ってやつっすも。マナナさん、他にも料理を教えてくださいっすも。お願いっすも。もちろんですもん。マナナの知恵袋レシピが出てこければいくらでも教えてあげますもん。師匠ハマハマ、お前俺のためにそこまで食う。さすが俺の相棒だぜ。長旅には美味しいご飯が不可欠ですもん。いっぱい食べて元気もりもりになりますもん。はいっすも師匠。おし、ハマハマ、食って食って食いまくるぞ。腹いっぱいになった出発だ。おうすも相棒。あれ私たちの分はあると思うか。あ、クエストクエスト、クエストクリアした。マナの特製レシピのおかげでギリギリの休みを克服したドランク、お腹いっぱい食べて出発すまいのであった。へえ、そういう間柄。はい、つうことで、あ、なんかこれさっき話しかけようと思ったね。やつからの攻撃がなかったみたいでよかったですもん。あれを連発するとアイオニオンの綺麗な景観がボッコボコになってしまいます。それはとても悲しいですもん。はい、ということで、まあちょっとこれね、また散策していきたいと思いますので、はい、しばらくって言っても多分すぐ移り変わると思うけどね。はい、行きます。どうも、ですね、またハテナを見つけてしまいましたよ。ですね、今敵にちょっと覆われてるんでちょっと待ってほしいんですけど、ここの先に、ケメスのとこね、あったあった。これってさ、なんかやばそうなハテナな気がするの、気のせいかな。まあ、ここどこかと言いますと、まあ、キャッスルですよ。うん、ここ。ケベスキャップするか。うん、キャッスル行った時の。まあ、とりあえず行ってみるか。はい。随分と派手にやられてるな。ついさっきまで戦闘があったようだ。まだ敵が近くにいるかもしれない。レウニスだな。戦場はいつだって不条理なものさ。ヒーローだな。なんだあいつ。こいつもかっけえな。ケベスの兵士か。こっちに来るよ。命はたやすく奪われる。どんな理不尽も肯定される。はあ、まったく。これだから戦いってのはやめられない。そうは思わないかい。いや、思わないっす。戦いはやめましょう。今のは俺たちを助けてくれたのか。おっと、まだ気を抜かない方がいいよ。うん、新しいお客様だ。は？倒すわけですね。まあ、ケベスに、多分ケベス来た時にやっとくべきことだったんだろうな。囲まれた。やるしかねえな。はあ。迎えっぞ。やる気があって大変結構。笑ってる場合かよ。あっと、確かに笑うにはまだ早かったよ。何せお楽しみはこれからだからね。アシェラ、ヒーロークエストそのものを修羅に突き。アシェラっつんだあいつ。ディフェンダーか。36、ケイロス行った時ってこんなにレベルだったっけ。もう覚えてねえな。オライジングになった。なんか今バランスがすげえな。アタッカーさん、アタッカーさんはバランスだけでいいとは思わないけど、アタッカーさんのディフェンダー2のヒーラー2か。あ、一匹倒したな。で、この辺か。すげえな、今日ヒーローが2人参戦したな。なんか全然普通にいたんだな、こう。ストーリーで進めてたわ、普通に。なんかストーリー進める前に、まずこっちだね、レベル的になんかもう、
グレイなんてもうちょっと先でなんか仲間に入るところ全然ほっぽってですね。でこのアシュラももう完全に無視してた。こっちハテナがあったのに。あとなんかあと2体、あとこの2体で終わり。さすがに余裕ですわ。あと半分ぐらいな。オッケー。今のはケベス兵だよな。ああ、お察しの通り、この先にあるコロニーイレブンの戦闘部隊だ。コロニーイレブンってことは、そして見たところ、そっちもケベス兵のようだな。ん、私かい。この先メビウスいるな。君は何者だ、どこのコロニーから来た。そうだな、たった今私たちを襲撃したコロニーイレブンの軍務長ってとこかな。あら、へえ、そうなんだ。え、軍務長だ。いやいや、ちょっと待ってくれ。コロニーイレブンで軍務長ってことは、あんた猟犬のアシェラか。猟犬、なんだよそれ、有名なのか。少なくともケベスのディフェンダーで知らない奴はいないってくらいにはな。おー、コロニーランク白金の軍務長、間違いなくケベス最強格の一人だよ。話を戻すが、つまり君は味方のコロニーに襲われたってことか。うん、そういうことになるね。どうしてそんな。まあこっちもいろいろあってね。そういうわけだから、これからコロニーイレブンを落としに行く。君たちも一緒にどうだい。コロニーイレブンの軍務長ってね。いや、なんでそうなるんだよ、いろいろとおかしいだろうが。まあそうね。相手はコロニーの仲間なんだろう。なのにあえて戦いに行くってのか。ああ、こんな戦場めったにないからね。こっちも試合外があるってものさ。それに攻められっぱなしは性に合わなくてね。何より面白くない。そういうことを言ってるんじゃないんだがな。そもそもなんで俺たちが。え、だって君たち九段のウロボロスってやつだろ。知ってたの。おいおい、女王じきじきのお達しだぜ。軍務長なら知らぬ者などいないさ。聞けば命の日時計を破壊して回る反逆者一味なんだろう。んなことしてなくはないけど。好きでやったわけじゃねえよ。あんただって追われる身なんだろう。目的は何なんだ。そんなの決まってるじゃないか。戦場でやることといえば二つに一つ、戦って生きるか戦って死ぬかだ。純粋な命のやり取りに敵味方の区別なんてものはない。倒す側も倒される側もね。君たちも兵士ならわかるはずだよ。全てを敵に回した反逆者ならなおさらね。だから私たちはそんなつもりじゃん。なんてね、考え方は人それぞれだ。無理にとは言わないさ。それでももし気が向いたら私の戦場においでよ。コロニーイレブンは君たちを歓迎するぜ、いろんな意味で。はい、じゃあ行かせてもらいます。なんだよあいつ、私たちにどうしろってんだよ。確かにどうしたものかな。いや、行きます、行きましょう。はい、ということで行きます。はい、行きますとか言ってて行かないんだけどさ、あのちょうどケベス来たんでね、ケベスで前来た時にあの ここにユニークモンスターがいたのをね、あの忘れてて、忘れていたのを知ってたんですけど、レベルがねちょっと49で当時はねちょっと高かったので無視させてもらったんですが、今こっちのレベルが55なのでいけると思うので、こいつらをちょっと倒してね、先こいつを倒してからあのコロニー11向かいたいと思いますので、でちょっと倒してきます。はい、ちょうどカットします。はい、なんかこいつ普通に強えわ。あのね、結構 HP がやばい。向こうも瀕死状態でね、今チェーンアタックになったのでいけるとは思うんだけど、このチェーンアタック中にいけるかなって感じ。どうだろうな。で、一回45いった。
そうすると一旦ノアにしとくか。ブレイク、おう、来たね、ブレイクで88だからダウンかね。これでダウンさせといて OK。 あ、ダウンになったけど空中だからダウンの意味がねえんか、こいつは。ああともうちょいなんだけどな、いけるかな、このチェンアタック中に。で続いて、まあ、攻撃エリア、とりあえず回復してえな。てか全部ヒーラーじゃん。攻撃周囲回復、とりあえず回復して55回復入れてな。で99でミオで一回いっとくか。あともうちょいなんだよな、いけねえかな、なんかいけねえ気がする。あ、来たな、ウロボロス。ウロボロスだね、来た。とりあえずでもね、回復してんだよな、まず回復。で90で一回止めるか。ランツがまだ全開してないからもう一回回復、もう回復は回復でいいか、回復回復で、はい。でランツ回復でセナで回復でしょ。で最後はノアで、これでいかねえかな、このウロボロスで行ってほしいんだけどな。削っているといかなそう。ギリ行く？あ、これで行く気がすんな。来た、オーバーキル。よし、なんとか撃破。ということで、ユニークモンスターでした。どこのっていうと、ここのね、さっきのクエストここ。で、ここに前来た時は、いるなと思いながら無理だと思って最初通り過ぎてたんですけど、ここを倒したので、またね、ここにちょっと戻りたいと思います。はい、ではヒーロークエスト行きましょうか。はい、つうことで。まあ、レベル40ぐらいの多分、相手でしょう。こんなところがね。おや？もしかして本当に来てくれたのかい。まあその助けてもらった恩もあるしな。義理で鉄火場に付き合ってくれる兵士は初めてだね。そもそも一人でコロニーとどう戦うつもりだったんだ。特艦でもする気か。さすが見るからに参謀な参謀君、ご明察だ。正気か。おいおい、戦場で正気を問うなんて無粋じゃないかい。んなのただの決死隊じゃねえか。頭いかれてんのか。頭いかれてる。さすがに言い過ぎだ。あ、いやけどさ、私のコロニーイレブンはキャッスルのお膝元を守護する難攻不落と謳われたコロニーでね、アグネス軍がここを突破したことは今までの一度だってなかった。そんなコロニーをわずかな兵で落とす、コロニーをずっと守り抜いてきたこの私自身がだ、これほど痛快なことが他にあるかい。いや、ないね。やべえな。ないね、じゃねえよ。帰り討ちに会うのがオチだろうが。その時は兵士として華々しく散ってやろうじゃないか。覚悟いい。おい、覚悟は素晴らしい。心配しなくても私はそう簡単にやられたりはしないよ。君らだって相当な視線を超えてきた口だろ。私たちならやれるさ。ちよく言うよ、私たちのこと何も知らねえくせに。腹くくろうぜユニ、お前さんのサポートがありゃなんとかなんだろう。やけに乗り気だなランツ。そうか。そういえばアシェラさんのことも最初から知ってたし、もしかして。悪いかよ、相手はケベス切ってのディフェンダーだぜ。俺だってディフェンダーの端くれだ。そんなやつと肩を並べて戦うんだから
テンションも上がるってもんだろう。嬉しいこと言ってくれるね。もちろん君の活躍にも期待しているよ、ランツ君とやら。ディフェンダーにはやっぱ長ある人なんだね、アシェラは。勘弁しろよ。それではウロボロス諸君、いざ出撃といこうか。血湧き肉を踊る戦場が私たちを待っているよ。アシェラは一時にパーティー加入しました。戦友がいるってのはいいものだね。コロニー同士の関係が変わってきたね。あ、倒すわけね。なんか行けなくなったと思って、いきなりヒーラー少ねえかな、二人。この後多分だって死生観出てくるよね。クラス変えとくかな、まあ、とりあえずまだいっか。これ何人いんの、こいつら。とりあえずこれ1匹、あと8匹、8匹じゃねえな、8人か。OK、あと7体、7人。あと6人、あと5人だ、あと4人。あれどこ、こっちか。なんか一人怒りマークがあんな。あと3人か。あと2人、あと1人。あ、こいつか。はい、終わり。さすがは今をときめく反逆者一味だ。うちの連中にも容赦がない。人聞きの悪いこと言うなよ。これでも一応手加減してるんだからね。遠慮することはないさ。徹底的にぶちのめしてくれていいぜ。軍務長である私が許可しよう。ひでえ軍務長もいたもんだな。そういや、コロニーイレブンの兵士の中には噂じゃとんでもねえ奴らがいるんだろ。そうなのか。ああ、俺が聞いた話じゃ山一つ先まで見通す狙撃兵とか心を読む特殊兵とか。くったらね、ただの噂だろ。ふーん、ちょっと興味あるね。私については何かないのかい。へ、ああ、まああるといえばあるけどよ。試しに行ってみなよ。なんとなく想像はつくからさ。猟犬のアシェラ、ケベスに名だたる英傑の軍務長、またの名を。ふんふん。死にたがりの戦闘犬。はあ、なるほどね。死にたがり。またろくでもねえのが来たな。ああ、まったくだよ。覚悟はしてたけどさ、まさかこんな普通で面白みもないのとか。もっと行かれたのを期待してたの。マジかよ。マジか。雑談はそのくらいにして、そろそろ先に進まないか。行かれてるとは思うけどな、死にたがりって。ここが敵陣の真っ只中だってことを忘れないでくれ。もっと、そうだった。次の増援が来るまで時間もないしね。このやるせない気持ちはうちの兵士たちにぶつけて解消するとしよう。ほんと、ひでえ軍務長だな。おっと、はい、またここでも戦うんだな。これ何回もやっていくわけね、これで。今回何人倒すの。まあやっぱここも10か、長えな。
黙るわ黙るわ、10分の2だな、俺で。で、ここ2人いるな。待って、ターゲットこっちに行ってね。ドイツだ。10分の3。こいつか。10分の4。で、10分の5。あと4人。あと3人。あと2人。あと1人。全員アタッカー使いんだけどさ、いいか。これで終わりっしょ。はい、終わり。で、次こっか。これラストかな。なんかラストの雰囲気がするな。ここで10でしょ、また。どうせ。あれ、待って。どっか。一匹って言っちゃうね。あと9人。よし、これであと8。ダウン。ライフ。あと7。あと6。誰こっちか。OK。あと5人になる。あと4。なんかレウニス出てきたな。どうすか。とりあえずいいや。デビューさんなんてインテリで使いでるな。あ、レベルさん来た。あれかな、ギリギリになったら HP が低いレベルさんのとこってチェーンアタックかな。よし、あと2。チェーンアタックしとくか。もう何でもいいんだよ、もう。あ、そうだ、これさ、アシュラの何、自分がオーダーを達成して必ずアメージング、マジアメージングなの、このチェーンアタック中復帰しない。あ、そういうこと。じゃあ、どっちかと最後に使った方がいいんじゃない。え、待って、これさ、ウロボロ中も復帰しないの。え、めっちゃ気になるんだけど。え、めっちゃ気になるんだけど。待って、まずブレイクしたいんだけどさ、ちょっとそれがすごい気になる。いや、オーバーキルになってきた、もう早っ。待って、ちょっとアシュレ行ってみたい。アシュレ行きたい。これ復帰しないかな。これアミージングなんでしょ。すげえなアミージングなんだ。経験値ボーナスはこれ4倍だな。でもレベル低いからな、別に大したことないんだよ。
すげえ5倍近くもいってる。あ、やっぱ復帰しねえんだ。ウロボロスでも復帰しねえんだよね。5.5 倍ぐらい、 5.4 倍か、 5.5 倍か、経験値ボーナス。で 5.7 倍なんか初めて見たわ。倒した。ここまで来ればコロニーイレブンはすぐそこさ。決戦は近いぞ諸君。その前に一つ確認しておきたい。敵の指揮官は誰なんだ。大方想像はつくだろう。君たちもよく知ってる手合いさ。やはり執政官か。こいつがまた戦術家気取りの難物でね。しかも自己愛の塊と来てる。きっと今頃兵士を手足のように操る自分に酔いしれてることだろうさ。それで兵士たちが俺たちを討伐するために無理やり駆り出されてるのか。嫌な趣味してやがるな。吐き気がするぜ。気にすることはないよ。うちの連中もなんだかんだで楽しんでるからさ。はあ、どういう意味だよそれ。ここまでの攻防を見ればわかるだろう。相手は本気でこちらを殺しにかかってる。主に私をだろうけど。つまり何か。コロニーイレブンは執政官に操られるまでもなくこちらを撃つつもりだと。ありえねえだろそんなの。そうとは言い切れないさ。彼らもまた私と同じだからね。余計わかんねえよ。さっきから回りくどいことしか言えないのか。まあまあ細かいことは置いといて、今はただ純粋に戦いを楽しめばいい。ここから先はより過酷な戦場になる。つまり本当のお楽しみの始まりさ。これで失勢感が出てくるかな。敵の本陣は目の前だ。コーニーイレブン、お前んとこのコロニーだろ。来たな逆族。アールだ。アールだって初めてだけど。追い立てられた獣と言うべきか。お前がコロニーイレブンの執政官か。ウロボロス不全が。口の聞き方に気をつけろ。私の命令一つで貴様らなどすぐにでも圧殺できるのだからな。理解したようだな。ならば控えていろ。貴様らの処分は後回しだ。何？まずは貴様からだ。元軍務長アシェラ。元になったんだ。前に出ろ。な、おい！恐れながら執政官殿、先ほど逆賊と言われましたが、彼らはともかくなぜ私までもが謀反の罪に問われているのか。どうか愚かな獣である私に偉大なる執政官殿からご教示を賜りたく存じます。愛も変わらず減らずぐちよ。ならば今一度教えてやる。戦場への独断介入、逸脱した戦闘行為、公然と行われる軍規違反、そして最も罪深いのは我ら執政官への度し難い侮辱の数々。心当たりがないとは言わせんぞ。ここにいる兵士全員が証人だ。その結果我らはケベスに数多くの勝利を献上してきました。華々しい戦果こそ執政官殿のお望みだったのでは。そのような命令をいつ私が下した。貴様らは駒であることを忘れるな。駒は盤上で打ち手に従ってこそ駒足りえ。勝手に動く駒などクズほどの価値もない。ひどい兵士を。そんな言い方。まあそうね。だっても広がれの頃に追っておくのも賢明とは言い難い。ゆえに当面は私が直々にコロニーイレブンを
尖ってる。これは決定事項。私は様子見であると。死にたがりの戦闘狂なら同胞に撃たれるのが本物。こいつ言わせておけば。なるほど。察するに執政官殿、あなたはいくつか勘違いをしていらっしゃるようだ。この後に及んでまた誰もか。今日までコロニーイレブンはあなたが行けと命じた戦場にどこへでも駆けつけた。しかしそれは全て己の意志で望んだこと。そこに我らの求める戦場があればこそ兵たちは死力を尽くして戦い抜く。それだけが望みなのです、彼らとこの私にとっては。だったら何だというのだ。逆に言えばそれ以外はどうでもいいのですよ。たとえ昨日までの味方と戦うことになろうと、主でもない相手に従うことになろうともね。な、それはどういう意味だ。あなたが忠実だと思っていた駒はまさにクズほどの価値もないということですよ。最初からずっとね。でたらめも大概にしろ。現に今こうして私に。ああ、なんか面倒になってきた。そういうのもういいからさ、さっさと殺しに来いよ、無能。無能って言われてるぞ。化け物に変身するとはね。おじけづいたか。そう見えるかい。いや全然。もう好きにしろよ。アシュラ、甘く見ない方がいい。こいつは兵士相手とはわけが違う。ああ、どうやらそのようだ。さーて、ウロボロス諸君、待ちに待った決戦と行こうじゃないか。てかさ、クラス変えてねえんだよ。弱いクラスのまんまにしてんだけどさ、いける？サンチャーズとかいけるか、さすがに。それでも。まあ、とりあえず行ってみて、ダメだったらクラスを、まあ、本気モードのクラスにしていこうということですね。アタッカー3人か、多いな。アタッカー3人、ヒーラー2の、フレンダー2。まあ、3人っていうところは晩席で、アタッカー3はいらねえんだよな。アタッカー3多いんだけど。こっちヒーラー3がいいんだよな。一気に来て早っ。さっきのユニコーンさんが全然強いけど。待って、回避アップ、回避アップのが入ってるか。遠いんだな、ちょっと。誰かライジングってね、アシュラはできるのかな。せっかくスマッシュ、ライジング何回かなってんのよ。スマッシュ食べたらいいのか。てか、インタに来ればいいかも。早いな。てか、寝てる。気づかなかった。待って待って、7分の 1? いるんか、他の奴らが。ちょっとそっちから倒すか。気づかなかったぜ。寝すぎだよ、寝すぎ。ついてこい。周りを全然気づかなかった。周り、あ、レベル3になった。5、あ、どこにいるの。あ、こいつで終わりか。じゃあ、あとはもうボスか。ギリギリ前溜めて、ブレイク。さて、
決める。任せろ。どうしやすかね。あ、今ブレイク中か。ちょっとダウン入れてえな。73、とりあえず回復入れといて、で99でストップさせて、ダウンってあんの？あったな。 OK。 ブラボー。向こうバフかかってんな。時間で回復するよりなんかバフかかってんな。なんか回復すんの。回復すんねん。回復すんねん。回復してんだ、めっちゃ。ライジングってあるんかな。あるわ。今ダウンだよな。スマッシュは、スマッシュはあれか、必殺技じゃねえか、スマッシュじゃないよな。そうだよな。ちょっとどうすっか。どうすっか、どうすっか、どうすっか、わかんねえな。もういっか。どうせアミージングだから。いや、セナでよかったな。これで半分切った。スマッシュ行きたいんだけどな。あー、溜まってねえや、セーバーストライクは。ほんとこれ最後まで行った時見たことないんじゃない。最後まで見てみてえわ、スマッシュするところ。ライジング、でもスマッシュは打てねえんだよ。溜まってねえんだよ。ミオちゃんのスマッシュは溜まってねえんですわ。あ、ブレイク。ダウンさせてくれ。ダウンだと。ライジン、あ、スタンか。バースターねえな。バースター誰もない。てか、そんなこと言ってる間も倒すな。倒しちゃうわ。はい、終わり。しろ。やめと。はあ？おい、マジでイカれちまったのか、お前。メビウスだぞ、敵だろうが、こいつは。だってさ、これで終わるのはな。なんていうかな、そのあれだ、もったいない。正気か。いや、聞くだけ無駄だったか。そういうわけで、執政官殿、今なら戦略的撤退でも何でもしていただいて結構です。ぜひ雪辱を果たしに再びコロニーイレブンへお越しください。貴様、貴様、ま、どうしても死なせろとおっしゃるなら解釈するのもやぶさかではありませんが、必ず受けさせてやる。私をコケにした報いを存分にな。うわ、いなくなったな。執政官は、メビウスは
あんたが思ってるほど甘くないぞ。元より承知さ。だからこそ期待が持てるってものだね。はあ、なんというか、いろいろすごいね、この人。さーて、お次は勝利の祝報だ。壊すわけね。盛大に頼むよ、せっかくだからね。はい。なんか違うような。まあ、めでたいと言えなくもねえか。あんたたちは白金のコロニーだ。本当にいいんだな。言っただろう、どうでもいいんだよ、私たちにとってはね。わかった。よし、行くぞ。破壊。やべえな、次壊したらレベル5になるな。これであんたたちは自由だ。もう命を奪わなくていいし、戦う必要もなくなった。それは果たして自由と言えるのかな。どういう意味だ。私たちはさ、最初から命のために戦ってたわけじゃないんだよ。おいおい、そんなわけないだろ、普通は。ああ、そうさ、普通は生きるために戦おうとする、当然さ。出なきゃ死ぬからね。だが私たちは戦うために生きる、そのための命さ。戦うためにって、そんな生き方。うちの兵士たちとやり合った今ならわかるだろう。連中が失政官に従ったのは命が惜しかったからじゃない。あくまで状況を利用したに過ぎないんだよ。は？なんでそんなこと。そんなの決まってるだろう。私と君たちのような強者と本気で試合うという望みのためだよ。その望みに応えて私は戦った。ただそれだけのことさ。なるほど。いや、なるほどじゃねえだろ、セナ。冷静に考えてみろよ。こいつら身内同士の殺し合いを楽しんでたってことだぞ。まあそうだね。おかしいだろ。そうなるよね。うん、ありていに言えばそうなる。開き直ってんじゃねえよ。そもそも戦うために生きるとか、そんなことしてたら命がいくつあっても足りねえだろ。死にたいのかお前。ああ、死にたいね。死にたがりの。そりゃ笑える。死にたがりの軍隊長。おい、本気かよ。そんなに意外なことかな。君も兵士なら。ふざけんな。ん？ふざけんなよてめえ。戦いが望みとか死にたいとか、さっきから意味わかんねえんだよ。偉そうに小たく並べたところで、要は血に飢えたけだものってことだろ。あの失政官が言ってた通りじゃねえか。はあ？ちょっと言うに。これ以上てめえのイカれた自殺願望にあたしらを巻き込むんじゃねえ。ちょっととここから失せやがれ。ユウに、今のは。三宝くん、いやー、さすがの私も今日は疲れたな。ちょっとそこらで一休みでもするかな。ああ、君たちも好きにくつろいでいいよ。戦場に付き合ってもらってお礼さ。アシラ、それじゃ私はこれで、あとはヨシナにね。ユーニ、さっきのは良くないぞ。後でちゃんと謝るんだ。ノアはあいつの肩持つのかよ。誰にだって望む生き方がある。エセルもそうだったろ。あんなのとエセルを一緒にするなよ。ま、そりゃそうだけどよ、先に切れたのはお前だぜ。ユーニ、気持ちはわかるけど、ここはね。ああ、はいはい、わかったよ。ちゃんと話すよ。これでいいだろう。大人だ。あ、ったく。コロニー同士の関係が変わってきたね。あれどこにいんだ？こっちか。上にいんな。
黄昏てるな多分アシラは黄昏のアシラにしよう今度から、あの死にたがりのアシラじゃなくて黄昏のアシラという、はあ、はあ、今日の動画も長えな、メインストーリー全く進んでねえのに。はい、おい、ん、あ、その、なんだ、さっきのことなんだけど、悪い、言い過ぎた。笑うんじゃねえよ、こっちは真面目に。ああ、いや、ごめんごめん、ただちょっと意外に思ってさ、そもそも君は何も悪くないと思うな。君が言ったことは実際本当のことだしね。死にたいってこともか。日時計なんてものがなくても人はいつか死ぬ、遅かれ早かれね。だからそうなる前にこの世界に刻みつけてやりたいんだよ。限られた時に縛られた私たちの生きた証ってやつをね。私はそのために死にたいんだ。はあ、やっぱわけわかんねえよ。まあそう、私にはただ自滅を望んでるとしか思えない、うん、戦うために死ぬのと死ぬために戦うのは似ているようで違うんだよ。まあ違うだろう。意義のある死を遂げてこそ私はやっと自分の価値を証明できる、うん、劇的に生きて劇的に死ぬ、それが私の望む戦場なのさ。深いのかこれは。と言っても肌から見ればそれは死にたがりの戦闘狂でしかないわけで、コロニーイレブンはね、そんな狂ったやつらの最後の拠り所なのさ。面白いだろう。どこがだよ、やっぱイカれてるよお前。今日でそれ何度目かな。まあでもん、少なくともここから飛び降りて死のうとするほどバカじゃないってことは分かったよ。自分の生き方を貫こうって話なら私がとやかく言うのもなんか違うし、それに死を恐れずに戦うあんたはその正直すげえと思うよマジで。おおう、そう来ちゃったか。なんだよ、また茶化す気か。いや、なんというかそんな風に言われたのは初めてだからさ、正直驚いてるかも。もしかして照れてんのかあんたが。そいつは傑作だな。おい、いい感じになってんじゃん。そう、まあ冗談なんだけどさ、やっぱ私お前のこと嫌いだわ。悲しいの。私はむしろ君のことが気に入ったよ。まこれからは反逆者の仲間同士なんだ。だからさ、うまくやろうってこと？仲良くしようなって。仲良くしようぜ。ユーニ、お決まりのセリフだな。クエストクリア。これどっちなんだろうな。ランツ、最初ランツかと思ったんだけどな。クラス継承者ユーニっていう可能性も出てくるけど、この11層互いを収めたノアたち、アシラの戦う理由を知ったユーニはさらなる波乱の訪れを予感する。ってことはユーニだろうな、クラス継承者、ローンエクザイル、なんてね。やっぱユーニだ。上下とこれからのコロニーイレブン、ローンエクザイル、ロールディフェンダー、エネミーに攻撃することでヘイトを獲得する攻撃型のディフェンダー、周辺の味方を攻撃された時にも反撃を行うことができます。みんな疲れただろう。少し休まないかい。だな、さすがにクタクタだぜ。はい、ということで今回ね、これで終わりたいと思います。まあちょっとね、次回このコロニーイレブン少し見て、まあ、ようやくメインストーリー進んでいくかなっていうところだと思うので、いきたいと思います。はい、次回ね、ようやくメインストーリー入っていきたいと、多分ね、多分だけど
多分入ると思う。いい加減。はい、ということで今回これでね、終わりたいと思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バーイ。